とお願いします。オフェンスはやはり立ち上がりかなりちょっと苦戦はしておりましたが、ディフェンスが何とか踏ん張ってというところで試合を作れたというのは一つ大きかったというふうに思っております。で、合わせて完全にオフェンスが取った点数もディフェンスが作ってくれたシーンを元に作っているので、やはり我々ディフェンスがメインのチームではあるので、ここは一つディフェンスは成果を残せたというふうに思っています。ディフェンスもそうですけれども、スペシャルチームもこう要所でいいプレーが出ましたよね。ただ最後第4クォーターのインターセプトの後、時間使い切りたかったっていう気持ちはあるんじゃないですか。なんとか合わせてキックまで持っていってですし、これが決めれればこんなに最後ドギマギする試合にはならなかったので、ちょっとここら辺のゲーム運びであったりとか、最後の要所を締め切れてないっていうところはかなり課題は残っていると思っています。分かりました。去年に引き続きまたコロナの影響を非常に受けているシーズンでありますし、それからチームもそうだと思いますけれども、今シーズンも春の試合が公式戦がなくなりました。チームの準備にどういう影響があって、どのように準備されてきたのか教えてください。そうですね、やはり試合感といいますか、プロセスの中でどこまで自分たちが来ているのかっていう部分を全くこう分からない中で手探りで動いていかなくちゃいけなかったっていう部分が一番やはり苦労している部分であって、でその中で練習試合とか組めたこと自体はありがたい話ですしっていう部分はやはりちょっとこのシーズン難しい部分は多分にあるとは思っています。その試合感ということでいうと、今日のどこかの部分でかなり取り戻せたなという感じはあったんでしょうか。まだまだというところは、やはりちょっとオフェンスがドライブはできるものの最後決めきるところまでいかないあたりだったりとか、ここら辺はまだまだちょっと足りてない部分がありますので、ちょっと課題はまだまだ残っていると思っています。今シーズンも新しい戦力が入ってきたと思うんですけれども、その新しい戦力の今までのこう仕上がり具合というのはどうでしょう。まさに新しい戦力が入ってきてくれたことはチームの底上げにはかなりつながってはいるので、合わせてありがたいことに他チームからの移籍みたいなところで一定の動きができる人間入ってきていることはかなり大きいとは思っています。今年ですね、今までと違って何か新しいことに取り組んでいること、もしくはチームでスローガンとして挙げているようなことがあれば教えてください。特段新しいことという部分はない。そうです。昨年度からの延長というところで、とにかくあとは精度を高めていく、やりきるという部分をこだわってやってきているつもりです。今日はいいスタートだったと思うんですけれども、次戦はディアズです。ディアズに向けて何か一言お願いします。今日の1試合目も見ておりましたけれども、まさにちょっと胸を借りるというところで、とはいえ、一泡吹かせるといいますか、いう部分は狙っていきたいと思っていますので、ちょっと着々と準備はした中で、試合に臨みたいと思っています。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。